どうも、もかです。今日は2種類のメロンパンを作ります。味はチョコチップとココア。まずはクッキー生地から作ります。パン生地を作っていきます。今回は手軽に作るためにホームベーカリーを使用していますが、もちろん手ごねでも OK です。一次発酵が終わったので分割をします。
ベンチタイムの際は濡れ布巾をかけて、パンが乾燥しないように注意をしてください。夏場は特にクッキー生地が室温でだれてしまうので、少しずつ冷蔵庫から取り出して作業するのがポイントになります。もしめちゃくちゃ柔らかくなってしまった場合は、冷凍庫で一度冷やしてあげてください。成形の際はクッキー生地とパン生地をくっつけるようなイメージでなじませます。パン生地はクッキーで完全に覆われていなくても大丈夫。閉じ目の見えている部分が500円玉ぐらい開いていれば OK です。
表面にグラニュー糖をつけたら格子模様をつけていきます。格子模様をつけた後にまん丸な形にしてあげると可愛く仕上がります。二次発酵は30度で30分から40分ほど。メロンパンは発酵温度が高すぎるとクッキー生地がだれてしまうので注意をしてください。焼く前にグラニュー糖をかけると焼き上がりのメロンパンがザクザクっとした食感になって見た目もキラキラとした感じになります。こんな感じで美味しそうに焼けました。ではいただきます。バターの香りが良くてとっても美味しくできました。私はチョコチップ派かな。メロンパンはコツさえつかめば意外と簡単に作れるのでぜひ作ってみてください。チャンネル登録高評価の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。